はい、今日はですね、アンバーニックから発売されました新商品 RG35XXSP の紹介をしたいと思います。で、今回のね、商品なんですが、Mac DIY さんよりね、商品提供いただきました。本当にいつもありがとうございます。で、このアンバーニックなんですけども、昨年の12月からもう発売ラッシュが止まらないんですよね。ちょっと振り返ってみますと、12月がね、これ RG35XX プラス、そして1月になってこちらRG35XXH、 はい、そしてね、2月になりましてこちらちょっと大きめのね、RG556、 はい、そして3月になりましてこちら RG35XXNew、 はい、そしてね、4月になりますとこちら、RG28XX、 まあ、そしてね、5月にこちら RG35XXSP。ということで、もうね、昨年の12月からね、このように毎月のように発売しています。で、今年だけでもね、5月で5代目という非常にハイペースなんですね。で、今回ね、この5月に発売された商品紹介をね、しているさなかなんですが、なんともうね、6月に発売される商品の発表が行われて、すでにね、もう予約が開始されています。対アンバーニック、いつまでこの快進撃続くんでしょうか。なお未だ継続中ということで、ちなみにこのね、6月に発売される商品はこちら、はい、RG キューブというね、商品で、2月に発売されました RG556 の、まあ、姉妹製品ということになります。で、この RG キューブは CPU、GPU、メモリはね、全く同性能なんですけども、残念ながら液晶がね、高画質の有機 EL から普通のね、標準画質の液晶にね、変更になってるんですよね。しかも画面サイズがね、正方形というね、非常に変わった形の小さなサイズに変更になっているんで、これね、プレステ2が動くんで、ぜひね、この大画面で本当はやってほしいんですよね。しかもバッテリーも、サイズが小さくなってしまっているということで、これ、あとね、数千円払えば、この大画面の高画質の有機 EL でプレイできるんですよ。で、せっかくプレステ2が動くんだったら、このね、あと数千円払って、この大画面の有機 EL の556で、まあ、プレイする方が、いいんじゃないかなと思います。で、実際に、この RG キューブが発売されてから、RG556 の売れ行きがものすごく伸びて、なんと今この RG556 の方は売り切りになっています。はい。確かにね、もう僕はね、この RG キューブ買うんだったら、もうこのね、RG556 を、買う方をお勧めします。まあ、僕はこれも RG556 持ってるので、今回の RG キューブはね、まあ、見送ろうかなというふうに思ってます。はい、ではね、箱開けしていきたいと思います。この箱の側面にね、カラーの、特にね、チェックが入っていますので、箱開けなくてもね、何色かというのがわかります。はい、これはね、クリアブラックですね。で、箱を開けますと、はい、白いね、スポンジに、くるまれてね、入ってます。マイクロ SD がね、128GB がね、入ってました。はい、そして、こちらのね、薄い袋を取り外しますと、はい、このようにね、まあ、本体が、このように入っています。もうこれいくつものアンバーニックの梱包スタイルですね。はい。そして液晶は 3.5 インチの、ね、IPS 液晶というふうになります。で、そして、今度ね、この、箱のね、内箱を取り外しますと中に付属品が入っています。はい。これね、クリーナーですよね。液晶掃除用のクリーナーと、そして、まあ、説明書。はい、まあ、こちらはもう英語と中国語のみですので、まあ、ショートカットキーさえ覚えておけばね、いいかなという感じがします。はい、まあ、さらっとね、目を通しておいてください。はい、そしてね、もう一つ、このように、これ液晶のね、保護シート、はい、こういったものが入っています。で、この隅にね、入っている細長い箱は、充電用のね、 USB-C ケーブルになります。はい、ということで内容物はね、まあ、ご覧のようになっています。で、カラーの方はね、ブルーとブラックのクリアタイプ、そしてね、白色とグレーの、2タイプということで、合わせてね、4色のカラーのラインナップがあります。で、ゲーム機のね、性能なんですけども、まあ、去年の12月からね、今年の5月まで発売されたこの全6台。で、その中のこの2月の RG556 以外は、実は基本性能が全く同じなんです。まあ、基本性能というのは、CPU、GPU、メモリですね。はい。まあ、この3つが、この5台全く同じなんですね。まあ、なので、これ選ぶ基準としては、もう自分の好みで、まあ、縦型がいいかとか横型がいいか、もしくはね、液晶だったり、まあ、そういったこの基本性能以外の部分でね、選ぶことになると思います。
で、この12月のね、この立て方と、そして今年1月にね、発売されたこの横型というのは、これ同じ 3.5 インチなんですけども、横型の方はね、アナログスティックが2つ付いてますので、例えば PSP だとか、まあ、ドリキャスですよね。まあ、そういったものをね、完全に動かしたいという方は、まあこのね、1月の RG35XXH ですよね。そしてこの、12月と3月って同じ立て方ですよね。で、これ何が違うかというと、Bluetooth なんかのね、まあ、余分な機能を省いたモデルがこの3月モデルというふうになります。まあ、ですかね、この CPU や GPU やね、メモリが全く一緒なので、全く同じゲームが遊べます。で、安い方をね、買いたいという方、ね、ちょっと価格が安い方がいいよという方は、まあ、この3月モデルということになります。ただちょっとね、バッテリーがね、100mAh ほどね、短いので、上がね、8時間駆動なんですが、3月モデルはね、7時間駆動となってます。ただまあ僕の動画ではね、これバッテリー交換のね、動画の中で実はね、大容量のね、バッテリーにね、交換する方法というのをね、紹介してまして、実は、このね、12月のね、モデルよりも大容量のバッテリーをね、搭載することもできるようになってます。そしてね、4月のね、モデル、横置きなんですけども、液晶が 2.8 インチということで、ね、横型のちょっとね、コンパクトなモデルが欲しいという方は、4月のね、 RG28XX、 そしてこの5月、 RG35XXSP ということで、CPU、 メモリーね、そして GPU、 そういったものは、全く他のものと同じで、アドバンス SP 風のね、この蓋付きの、まあ、デザインという風になってます。はい。まあ、といった感じの、まあ、去年のね、12月から今年のね、5月までの、まあ、ラインナップになってます。はい、それではね、こちら RG35XXSP の本体を見ていきたいと思います。もうアンバー肉なんでね、もう作りが非常にしっかりしてますね。はい、でこちらね、蓋をね、開けますと 3.5 インチの IPS、OCA 全密着型のね、ディスプレイということで、もうこれ ABXY とね、ボタンがね、4つあるので、ね、純正じゃないのがわかりますね。はい、スピーカーはね、真ん中に1つ、そして十字ボタンがね、純正よりはちょっと大きくなってます。はい、セレクトスタート、メニューボタンはね、同じですね。で、これ液晶なんですけども、はい、このね、閉じた状態からここまで一気に開けます。で、さらに力を入れるとね、はい、このようにね、180度以上開けますね。で、この中間地点はね、自分の好きな角度で止めることができます。はい、側面ね、電源ボタンとリセットボタン、そしてインジケーターがね、ここについてますね。はい、そして、こちらね、フロント側なんですけども、はい、マイクロ SD のね、スロットが1番目と2番目についてまして、1番目は OS、そして2番目はね、ロムを入れるとこ。で、これね、最近メディアプレイヤーをね、搭載していまして、ここのね、ヘッドホンがあればね、端子がついてますので、まあ、イヤホンでね、音楽を聴くことができます。またこの機能もね、ちょっと後で、試してみたいと思います。そしてね、背面なんですけども、充電用の USB-C 端子と、隣にはね、テレビ接続ができるミニ HDMI 端子があります。まあ、普通の HDMI 端子よりね、一回り小さい端子ですね。そして L1、L2、R1、R2 があるんですけども、実はこのボタンね、まあ、この角度からではわからないんですけども、高さがね、ちゃんと押しやすいようにね、変えられています。わかりますかね ?L2、R2 がちょっとね、飛び出していて、ね、奥にあるボタンがね、押しやすくなっているのがわかるかと思います。はい、まあ、さすがアンバー肉ですね、こういった気遣いがされています。はい、ではね、純正のアドバンスと比べてみたいと思います。このね、奥行き、やはりこのね、RG35XX の方が、数ミリ長いですよね。はい、でこちら今度ね、横幅、はい、横幅もやはり数ミリね、RG35XXSP の方が長いのがわかると思います。はい、まあ、それと同じでね、ちょっと厚みもやはりね、RG35XXP の方が、数ミリ、ね、ちょっと長くなってます。はい、そしてやっぱりボタン、はい、十字ボタンがね、純正の方が一回り小さくなってます。はい、まあ、そしてね、純正は液晶がね、 2.9 インチなんですよね。まあ、これは IPS にしてあるので一応3インチあります。あとね、これ、純正の方は液晶にね、アドバンス SP っていうね、まあ、ガラススクリーンにこの文字が彫ってあるんですけども、純正の、ね、方はこのように文字があるのに対して、RG35XX は全く真っ黒ですよね。はい、ところがこれね、電源を入れて、ね、アドバンスのゲームを始めると、このように、ロゴがね、出るんですよ。もうこれ、アドバンス SP がね、非常にそっくりになりますよね、このロゴの効果で。まあ、僕、正直、このちょっとロゴのね、アクセントは非常に気に入ってます。
はい、ではね、次重さを測ってみたいと思います。これ RG35XXSP なんですけども、はい、195g ということですね。はい、では純正、まあ、IPS にね、干渉してやるんですけども、はい、こちらの重量はいくらかというと、はい、137g ということで、やはりね、ちょっとかなり重さの違いはありますね。まあ、バッテリーなんかが結構重たいですのでね。でこのゲーム機のバッテリー交換なんですけども、後ろのネジをね1本外すだけで実は簡単にバッテリー交換ができるんですね。でアンバーニックって似たようなねサイズのゲーム機いっぱい出してるんですけども、このバッテリーのサイズってね全く互換性がなくて、もう大きさもサイズもバラバラなんですね。ではこのゲーム機にね搭載されているバッテリーは、まあ、どういったサイズなのか、ちょっと取り出してね調べてみました。まあ、そうしますと、裏にね754663って書いてあるんですね。まあ、これはどういう意味かと言いますと、厚みが 7.5 ミリで縦46ミリ横63ミリっていうことなんですね。で、このねサイズの、バッテリーを調べてみると、なんと同じサイズの、バッテリーが使われているゲーム機がねあることが分かりました。それは何かというと、こちらアンバーニックの RG35XX プラス、実はこれがね全く同じバッテリーが使われているのが分かりました。つまりこのね 35XX プラスのバッテリーがあれば、今回のゲーム機でも実は流用できるんですよ。でアンバーニックでねバッテリーだけ購入することはできるんですけども、まあ、電池代や送料代をね含めるとめちゃめちゃ値段が高くなるんですよね。で調べてみると、なんとアリエクでね同じサイズのバッテリーが売っていることが分かりました。まあ、それがこちら。これちょっと別途送料がいるんですけども、まあアンバーニックにね注文するよりもかなり安いんですよね。で、このバッテリーがね本当に使えるのかどうかということで、このバッテリーをね、まあ、購入してみました。そのバッテリーがこちら、はい、ね、754663ということで、サイズが全く同じですよね。ではこれちょっと取り付けてね確認してみたいと思います。もうこれコネクターも全く同じなので、もうポン付けすることができるんですよ。はい、このようにねコネクターをね差し込みまして、はい、蓋をねはめてやります。はい、ではね動くのかどうか、ちょっと電源を入れてみたいと思います。はい、そうしますと、はい、あ、電気つきましたね。アンバーニックというロゴが表示されました。はい、そしてねしばらくしてると、はい、このようにねゲームが起動しました。はい、ということで、もうこのバッテリーね問題なく使えることが、分かったかと思います。はい、で、このねアリエクのこの商品なんですけども、ね、3年先4年先にね売ってるかというと、まあ、正直ね、売ってない可能性もありますので、この RG35XX プラスとこの RG35XXSP をねお持ちの方はね、もうぜひね今のうちにこれ予備としてね、購入することをお勧めします。これね、リンク先はね概要欄にね貼ってありますのでね、もしねこのゲーム機をお持ちの方はぜひねバッテリーを購入してみてください。このゲーム機なんですけども、まあ、海外の情報でね、これバッテリーと CPU がね非常にね位置が近いという、噂なんですよね。でしかもかなり発熱がすごいということで、わかります？バッテリーのすぐ仕方に CPU と GPU があるんですよ。はい、ということで、実際に温度が上がるのかどうかちょっと試してみました。もうこれね電池との隙間が1ミリないんですよね。はい、なのでこれもしね温度が上がるとしたらかなり危険ですよね。はい、ということで、このね温度計のね、このセンサー、はい、こちらをね、このゲーム機のね CPU と GPU にね、ペタッとね重なるように、カプトンテープでね貼り付けてみました。もうちょっと電池蓋はね、ちょっと閉まらないので、まあ、このままの状態でね測ってみることにしました。まあ、もしね70度とかに上がるんであれば、まあ、蓋してなくてもね、まあ、60度ぐらいには上がると思うんですけども、これ、重たいねドリキアスやセガサタンのエミをね、まあ、1時間以上動かしてみましたが、正直全く温度が上がることはありませんでした。まあ、ということでね、この温度の噂はもう全く、問題ないと言っていいと思います。でこのゲーム機ね遊ぶ場合 RA ゲームとゲームルームのね2つからゲームを選ぶことができます。でねゲームを遊ぶときは、このゲームルームではなくて、隣のね
RA ゲーム、こちらからね、ゲームを遊ぶようにします。はい、何が違うかというと、RA ゲームの方がね、遊べるゲームが多いんですよね。はい、なのでこのね、RA ゲームから遊びます。そしてマイクロ SD を選択すると、このようにね、ゲームハードのね、画面が出るんですけども、ちなみにね、このゲーム名の選択画面で、はい、このゲーム名の選択画面で Y ボタンを押します。はい、この Y ボタンを押すとエミュレーターをね、選ぶことができるんですよね。なので一番上のエミュレーターでね、動かないときは2番目、2番目のエミュで動かないときは3番目というように、このゲーム機はね、簡単にエミュレーターのね、切り替えができるんですよね。はい、では今度ね、ゲームボーイ、はい、このね、ゲームボーイのゲーム選択画面で、もう一度ね、Y ボタンを押してみます。で、Y ボタンを押すとね、はい、このように、ゲームボーイの M がね、4つ入ってますよね。はい、という感じで、このね、ゲームにはエミュレーターがね、複数入っているものがあるんです。今度プレイステやってみましょうかね。今度プレイステのね、ゲーム名選択画面で Y を押すと、はい、プレイステはね、5つのエミュレーターから選ぶことができます。まあ、全部が複数の M が入っているわけじゃないんですけども、PSP とかね、DS は、エミュレーターが1個しか入っていません。はい。で、実はね、動かないゲームというのは PC エンジンなんですよ。PC エンジンの、このね、下の、はい、スーパーグラフィックス、このゲームが実は動きません。ではね、ちょっと動かしてみましょうかね。ではこのスーパーグラフィックスの、大魔界村、はい、こちらをね、起動してみたいと思います。なんか一瞬動くように見えてですね、はい、また、はい、元に戻ってしまいます。はい、ではね、今度スーパーグラフィックスの1941、こちらをね、起動してみたいと思います。はい、こちらも残念ながら動きません。じゃあね、これエミュレーターをね、変更すればいいじゃないのということで Y ボタンを押してみます。はい、Y ボタンを押しても何も変わりませんよね。そうなんです。PC エンジンのエミュレーター1個しか入ってないんですよね。このスーパーグラフィックが動くエミュレーターが入ってないために、まあ、残念ながら、まあ、動かすことができません。はい、なので、まあ、これね、スーパーグラフィックスが動くエミュレーターがね、ダウンロードできればいいんですけども、これはちょっと残念ながらできないんですね。なので、今のところね、残念ながら PC エンジンのね、スーパーグラフィックのゲームは遊ぶことができません。So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, and you're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh no, I won't play the monster. No matter what you tell yourselfI should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. We could never be friends. We could never be friends. はい、次ね、ビデオなんですけども、まあ、ビデオはね、あまりね、高解像度だと、カクつきます。なので、ちょっとね、解像度をね、落としてやれば、まあ、スムーズにね、再生できます。ただですね、非常に項目がね、少なくて、機能がほとんどないんですよね。はい、なので、例えば、途中まで再生してね、
次の日続きからとかいうのが全くできません。はい、メニューボタンを押しますけども、はい、メニューボタンを押すとね、はい、もうなんか戻っちゃうんですよね。はい、という感じで、この動画プレイヤーに関して言うとね、非常に機能が少ないです。まあ、例えば映画を見るなら、もう最初から最後までね、一気見する必要があります。もう途中まで再生して、まあ、次の日ね、途中から再生しようとすると、もう早送りをね、ずっと押す必要があるので、まあ、正直ね、ちょっと動画プレイヤーの使い勝手はかなり悪いかなという感じがします。ではね、大画面に接続するためには、ミニ HDMI と、そして HDMI のね、こういった端子がね、ついたケーブルが必要になります。そして、このね、ミニ HDMI の方を、このね、本体の方に差し込みます。はい。はい。で、そしてですね、まあ、今回ね、ちょっと Bluetooth コントローラー、まあ、僕の持ってるものがね、調子が悪かったので、有線のね、C から C へ、つなぐね、ケーブルを使ってね、こういった外部コントローラーでね、操作しています。はい、まあ、そうしますと、まあ、このようにね、もうめちゃめちゃ大きな画面でプレイすることができます。はい、もう本当これ据え置き機と同じですよね。はい、まあ、ということで、まあ、こういったね、携帯でね遊ぶもよし、まあ、こういったね大画面で遊ぶもよし。はい、ね、こういった遊び方がねできます。ただね、ちょっとこれ大画面で遊ぶとなんか、ベゼルがねちょっと表示されてますね。まあ、多分これもね、まあ、設定で消すことはねできると思います。はい、このゲーム機はね、実はパソコンゲームを遠隔操作で遊ぶモンライトというねソフトがインストールされています。ただね、それを遊ぶには条件がありまして、はい、PC にね NVIDIA のグラボが積んであること、そしてね PC にクライアント用ソフトがインストールしてあったり、あと、まあ、グラボ用のね、パソコンソフトですね、まあ、そういったものがインストールしてあって、その設定がね行われていること、まあ、こういった条件が、ね、あれば、この、ね、小さなゲーム機で、PC を遠隔操作することができます。で、僕今回ね、遊ぼうと思ったゲームが、アナログの、ねスティックを、使用するゲームだったので、残念ながらね、これアナログスティックついてないんですよね。なのでね、僕が遊びたかったゲームは遊べませんでした。まあ、ひょっとしたらね、設定自体で遊べるのかもしれませんけどね。で、どういったね、設定が必要なのかというと、まあ、僕、以前の動画でね、PC を遠隔操作する、ね、やり方をね、紹介してますので、まあ、こちらのね、動画を見ていただければ、どういうソフトをね、入れて、まあ、どういう設定をすればいいのかというのがね、わかるようになっています。はい。ということで、まあ、ちょっとね、まあ、遊んでいる、まあね、まあ、遊んでないんですよね。まあ、パソコンの映像がね、ネットを通じて、このね、小さな画面に映し出されているというのをちょっと見ていただこうかなと思います。はい。で、これね、このゲーム機の、ネットワーク設定かな。はい。その中に、ムーンライトという項目があるんですよね。はい。で、そこでね、パソコンのこの IP アドレスを入れてやったり、まあ、もちろんね、パソコン側のソフトの、インストール等はね、設定は行う必要があるんですけども、それ終わった後、このペアリング開始ですよね。ペアリング開始を押すと、遠隔操作ができるようになります。で、アナログね、コントローラーが使えないので、このアナログコントローラーを使わないパソコンゲームをね、遠隔操作したいと思います。今これね、Steam のね、1945かな、はい、を、この、携帯ゲーム機で、操作しています。なんか、これ見てると、なんか、携帯ゲーム機の画像を、なんか、パソコンモニターに映しているように見えますけども、これ、この、ゲーム機の画像をね、大型モニターに映すと、ゲーム機の画像が真っ暗になりますのでね、はい。これ、映ってるということは、パソコンの画面を遠隔操作しているということになります。はい。まあ、ただね、僕がやりたいのは、このゲームではないんですよね。はい、その、アナログスティックを使うゲームをやりたいんですけども、なかなかちょっとうまくいかなくて、ひょっとしたら設定でね、うまくいくかもしれないんですけども、ちょっと短い時間ではね、ちょっと解決法を見つけられませんでした。で、僕がやりたいのは、このね、8番出口の続編。これ8番乗り場ですね。はい。これをやりたいんですけども、その、起動まではね、できるんですよ。はい、で、この状態から全く動かなくて、で、このゲーム機にね、外部コントローラーをつけても、その外部コントローラーのアナログスティックを動かしても、全く動かないんですよね。はい、まあ、なので、もうしょうがないので、これ今、パソコンの
マウスとかね、パソコンに接続したコントローラーで動かしています。はい、はい、本当はこれね、寝転がりながら、はい、8番出口をね、じゃあ8番乗り場か、8番乗り場をやってみたかったんですが、ちょっとね、残念ながら、寝転がってね、8番乗り場はできませんでした。はい、誰かね、ちょっとやり方がね、分かる方教えてください。